いろんな人の YouTube 動画見ながら頑張ってるけど、なかなか痩せない。そういった方におすすめな動画内容になってます。今回の動画を最後まで見ることで、腹筋やプランク、3分や5分のエクササイズ頑張っているのになかなか痩せない理由が分かってきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、動画の最後に行うことで今よりも確実に痩せることができる変えるウォークを紹介していきます。筋トレの後に有酸素運動をすると痩せやすくなるってことは聞いたことないでしょうか。歩いて脂肪が燃えるのは20分後から、そういったことも聞いたことあると思います。実は有酸素運動は20分後からじゃなくても初めてすぐ脂肪って燃えやすくなってるんです。ただ20分後からの方が早く燃えやすくなる、燃えるスピードが上がるっていうふうに言われてます。それが実は筋トレ後の方がさらに燃えやすくなると言われてます。筋トレをした後に成長ホルモンが出ている状態で歩く、走るなど有酸素運動をすることで脂肪が早く燃えていきます。今回はいろんな方の動画を見た後にこの動画に帰ってきてもらってセットで行うことで今よりも早く痩せることができます。今回は5種類のウォーク方法を紹介します。通常ダラダラ歩いてもなかなか痩せることができません。筋肉使うところも減ってきます。今回は5種目のしっかり下半身の筋肉を使えて何十分も歩くよりも効果的なウォーキング方法になります。毎日動画を見た後にこの動画を見ながら楽しく脂肪を燃やしてくれたら助かります。それでは紹介します。タオルがある方は首にかけていきましょう。5分間5種目のウォーキング方法になります。無駄なテロップは省きます。動画を見ながら真似をしてください。まずはカエル足のように歩きます。舌が響く場合足をゆっくり下ろしてもいいです。できるだけ高く上げてください。膝しっかり開きます。いきましょう、スタート。こういう感じで歩きます。通常歩くよりも地面を蹴らないのでふくらはぎが太くなりやすいよって方にもおすすめです。足をつくときには足の指もちゃんとつけるようにしてください。浮き指の方はももとかふくらはぎが細くなりやすい、細くなりにくいのでちゃんと指を地面つかむ感じでつけます。体は左右に揺れないように体幹部をしっかり、腰から上は安定させてください。この動画を毎日見ながら頑張ってみてください。お腹もしっかりへこましてください。あともうちょっとで次の種目です。次はまっすぐ向けて歩きます。はい、今度膝まっすぐです。今度はちょっとゆっくりめでいきましょう。お腹をへこませて、スマホも叩くという方は手も振ってください。こういう感じではなく前後に大きく振ります。この時につま先開かないようにつま先まっすぐ向けてください。膝もまっすぐ上げる感じです。脂肪を燃やすためにはしっかり空気を吸った方がいいので、しっかり呼吸もしてください。こんな感じですね。しっかり酸素吸ってください。今度は内股です。はい、行きましょう。今度は軽く体を回してください。できれば膝は腰ぐらいの高さまで持ち上げて、いろんな足の動き方をすることによっていろんなお尻の位置が鍛えられて内転筋も鍛えられたりしますので、通常ダラダラねこうやって歩くよりもよっぽど効果がねあります。しっかりお腹を引っ込めて、足高く上げると腰のストレッチとかにもなります。普通の道をねこんな歩き方できませんよね、恥ずかしくて。家だからできるんです。あともうちょっとです。今度はね膝を外側に回していきます。
高く上げてね、外側に回していきます。これをいきなり動画をやるんじゃなくて、どなたかの YouTuber の動画を見た後、体を動かした後にこの動画をやってください。汗が出たらね、こうやってかけてるタオルで拭きながら、こういうウォーキングができれば午後の方がいいです。日中体を少し動かしてますよね。20分後から脂肪が燃えやすいって言いますが、20分以上体を動かしている午後は脂肪がいきなり燃えやすいので、そういった時もおすすめです。朝よりも午後の方がおすすめです。次は内側に回します。はい、今度内側です。最後ですね。これ大きく真横から、足真横に出して前に持ってきます。大きく動かしてください。こんな感じじゃなくて、横から前、あと少しですよ。指が浮かないように忘れてますか？ちゃんと指をキュッと締めますよ。ちゃんと地面に指がついてる感覚も感じてください。5分ってあっという間ですよね。ただ動画見ずにやったら結構寂しいんで、毎回誰かの動画を見た後に必ずこの動画をね、セットでやってください。その方が脂肪が燃えます。ふうふうふう、あと少しです。ふうふう、はい、 OK です。お疲れ様でした。脂肪を燃やしたい、早く痩せたいって方は何度も動画を見てください。頑張ってやってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。コメント欄を使ってもらって、何月何日丸みたいな感じで自由に使ってもいいです。ご活用ください。今回もご視聴ありがとうございました。